一紫サンゴヤドリは、アッキガイカミュウリサイレイの巻貝ガイの一種で、伊豆半島以南の石山サンゴメ浜ンゴ科のサンゴ城に寄生する。約3センチメートル以下で白色の石灰もに覆われた、丸い貝殻を持ち、殻口や内部は紫色で、内外に細かい西アバラを密に巡らす。石サンゴ城のくぼみを傷つけて群生することがある。これらのサンゴヤドリは死絶をかき、 糞による吸引接触を行う。定着するためにサンゴを傷つけた後は、サンゴやカッチュウモが分泌する栄養分を食べると考えられる。私有遺体でメスは卵脳を母体内で守った後、ベリジャー養成を放出する。サンゴヤドリガイは従来、カブラガイ科やサンゴヤドリガイ科に分類されていたが、近年、アッキガイ科サンゴヤドリア科、コライオフィリニに分類されるようになった。 サンゴや鳥赤に属する貝としては、カブラ貝や河川貝などがある。サンゴ以外で、ヒトデやウニなどの極秘動物に寄生する貝としては、本種とは遠縁であるが、花子腹ウリミデーの貝が知られる。ありがとうございます。